別に前と同じ。晩ご飯まで部屋にいるから。うん。もう12時回っちゃってる。前、今日から教室行くって言っちゃったし、ニーゴのみんなに報告しておいた方がいいかな。でも、もしどうだったって聞かれたら。こっちもラフが書かなきゃ。もう何日も書けてないんだし。でも、どういう絵を描けばいいんだろう。あの時と同じだな。悩んで止まっててもしょうがない、か。今は手を動かそう。2日目は油彩。色使いは昔から褒められてたし、中学の時も納得いくものが描けてたけど。おはよう、えなちゃん。今日は早いんだね。あ、うん。おはよう。今日は風景画みたいだね。頑張ろう。病は終わったけど、これじゃダメな気がする。でもどこがダメなんだろう。下塗りが甘いのかな。もしかしてバースが狂ってる。全部書き直したくなってきた。双葉はどんな調子なのかな。あ、もう荒書きに入ってる。それに、すごい存在感。私の絵は。2日目も、うまく描けなかったな。雪平先生にも相変わらず酷評されたし。そもそも何年も真面目に書いてなかったんだし、数日でうまくできるわけないんだけど。ねえ、えなちゃん、よかったら一緒に。ごめん、ちょっと疲れてて。今日は一人で帰るね。バイバイ。あ、えなちゃん。ただいま。あ、今日お母さん出かけてるんだっけ。お茶でも飲もうかな。あれ、誰かいるのかな。お母さんは出かけてるって言ってたから。アキト？エナ、帰っていたのか。お父さん、どうして。アトリエから早く引き上げてきたんだ。それより教室はどうだ。どうしてそのこと。雪平から聞いた。それで納得いくものは書けたのか。そうか。続けられそうなのか。
続けるしかないでしょ。それにあと一日なんだから。春季講習だけの話じゃない。絵を描き続ける限りお前が感じている苦しみは続くことになる。納得できるものが描けない、何も生み出せないかもしれない。その苦しみとこの先も向き合い続けることができるのか。それは、苦しみと向き合い続けることができるか。そんなのわかるわけない。今だって私だけ場違いな場所でみんなの前で酷評されて恥ずかしい思いして、たった二日しか行ってないのに吐きそうなくらい苦しくて、でもこれ以上逃げたくない。だから書かなくちゃ。どうだった今回のデモ。悪くないんじゃない。胸がスワッとなる曲だった。真冬の歌詞も早く見たい。そう。でも前の曲をまだアップしていないと言っていなかったかしら。イラストを待っているから MV が完成していないって。うん、だから先にいくつかデモを作っておこうっていう話になったんだ。これはそのうちの一つ。そうだったのね。だけど大丈夫なのかしら。エナはずっと描けていないのでしょ。うん、いい絵を描けるようにって頑張ってるみたいだからしばらく待とうと思ってるんだけど。水木、どうなの。え、僕？あー、そうだな。昨日メッセージ送ったけど帰ってこないんだよね。そっか。まだ納得できる絵を描けてないのかな。それだけだったらいいんだけど。実は絵画教室に通う前結構悩んでたみたいなんだよね。だからちょっとだけ心配なんだ。悩んでた？うん、僕から言っていいことなのかわかんないけどさ、もしエナが今も悩んで苦しんでるのなら何か力になりたいなって思って。水木、その話詳しく聞かせてくれない？私も知りたい。うん、分かった。